やば、なんかもうすごい、やばくない、やばくない、なんかうわ、ちょっと前からもいっぱい、やばくないこれ、ね、止めるとこあんのこれ、大丈夫、あ、全然大丈夫やばい、バイク乗りたい方で、どれも大丈夫、やばいやばいやばい、ね、ちょっとすごいバイクいるんだけどビビるんだけど、やばい、すごい、やば、何これ、すごいな、え、でその中に入ってくんだよね、きっと、そうそう、大丈夫大丈夫ピンクナンバー頑張れ、ピンクナンバー頑張れ、旗つけて、あ、旗ついてんだっけ、そうだよそうだよ、これ行っちゃった方がいいのかな、あ、いいでしょ、この車行ってからで、でもね、後ろいっぱい来てるの、 OK、 行け、おい、あ、うん、うん、私さ、今ここまでの間でなんかもう寒くて耐えられない、もうこの冬のバイク無理とかって思ったことがまだないんだよ、あ、いつも体調はいいんだよね分かんないけどむしろさ、だから今年年明けてからさ、ラフロのインナー一回もつけてないからないじゃん、そう、だから去年の12月くらいにつけてたんだよね、インナーを、うん、なんかほらみんながさ、めちゃくちゃ脅かすから、冬のバイク寒いよっつって、寒いもん、そうだからラフロのインナーつけて走ってたら、うん、暑くてやっぱまだ静岡だし、12月の冬にはまだインナー早いんだと思って、うん、で寒くなったらつけようと思って2月まで来ちゃったもう終わるそもそもめんどくさいじゃん、そうなんだよね、うん、乗り降りの時にさ、やっぱすごい、うん、特にさ、私背が大きいから、うん、なんかちっちゃかったらね、こう前からまたぐ乗り方でもいいと思うんだよ、うんうんうん、でも自分背でっかいからさ、うん、足長いじゃん、うん、長いだよね、ちょっと邪魔になってくるじゃん、そう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 、試合した時思ったっけ、マジこのパスごっちゃんのようなことあんねんみんな足届いちゃうじゃん、そうだからね、そうするとやっぱ身長差って結構大きくてさ、このさ前 で私さ、このキャンプ用のセンターキャリアもついてるから、うん、あ、そうじゃん、そう、前も大変だよね、もうさ、箱なんかつけた日には乗り降りしづらいじゃんねだからね、もうね、箱は絶対つけない、私も今日ケースつけてきたけど、ごっちゃんカタログ持ってきた、持ってきた申し訳ございませんって感じだけど、それ入れるために今日つけてきたそう、なんかさ、今日持ってくのなって思ったけど、でもじゃあいつだってさ、ツーリングの時にしか会わないのにさ、そうそうそう、空っぽで持ってくるのさ、うんうん、なんかなって思って思わずオカリナ入れちゃったオカリナなんならさ、ウエストバッグ入るでしょなんで嫌じゃん、空いいじゃん、そこにさ、あのカオちゃん、あのお買い物カオちゃんみたいな感じでお土産いっぱい入れたらいいんじゃないの、お土産かー、あんたのよー、どうしよう、もっとなんか入れないと思ったおばつんの T シャツマジか、私今日ね、あのね、モンキーの方の T シャツ着てきた、モンキー出てた、なんかあったら着てくれよそうそう、おばつんのやつ探したらなんかどこしまい込んだか分かんなくなってさ、そうなんだよね、私も一回なくしちゃったんそうそうそうあ、出た、この一番富士山スポット、あ、そうじゃん、素晴らしい富士山スポットが、ほらすごいね、今日すごい、ね、本当、うん、なんかでもやっぱりさ、例年に比べてこれ雪少なくない、そう、少ないね、えあんなね、ボコボコね、うん、見えてないね、そう、なんかこう、お肌汚い感じじゃないじゃん、お肌、うん、もうちょっとね、真っ白だよね、そう、雪に埋まってツルツルした感じになるよね、やけに雪が少ない、やっぱダメか。いや今日でも全力でやる気出してると思うけどね、富士山。うわ、なんかすごいトライアル車みたいなのが止まってる。なんかすげえな、これケットラすげえな、デコトラじゃん。金かかってる。手がチンチン、キンキン、チンチンどっちだっけ？キンキン、キンキン。
だね。冷たい。ちょっとさっちゃんちょっと待ちな、あの私エンジンかかってないよいしょ、ニュートラルもう待ちなっての、もうよしよし、聞こえてないからどうなっちゃうかね。ウインカー出てますお姉さん。誰、私あなたあなたです。てんやわんや。あ、ちょっと待って。狭すぎないね。無敵だけどね。お寺ってさ、前通ったとこ。そうそうそう、大石寺。なんか壁がいっぱいあったとこ。あ、壁直ってるじゃん、ほら、壁。ね、そう、なんか多分でね、違うとこかなって思ったんだけど。すごいすごい。ここね、うん、ここここ。ここだよ。今日から走ってきたとこだよね。うん、なんか前ね、ほんと工事してる風な感じだったけど、直ったね。うん、農民カフェだって、農民カフェ。あ、うん、行く。いやいや、やってない多分まだ。あ、今度、うん、まあ、帰り道とかかな、なんだろうね、白菜のケーキとか出てくる、うん、白菜のケーキは美味しいかどうかわかんない。まあそれはパティシエさんしない。なんかほら、農民カフェなんていうとさ、なんか新鮮なお野菜とか出てきそうじゃん。カフェってさ、スイーツだけじゃないけど、カフェなの。カフェは食べ物 あるでしょう、普通に。そう、確かに。あ、なんかすげえバイクいっぱいいない前。いる、ね、いや、わかんない、でかかったけどね、みんな。でもさっきまで見えなかったっ。見えなかったね、そうだね。距離が詰まってるってこと、ね。多分この辺の道が寒いから。あ、あ、なんだっけ、ヤビツ峠。あ、ヤカヤビツ峠、寒いかな。どうだろうね、全然見当もつかない。なんかどう、私場所的にも一応地図見たんだけどさ、場所的にはあんまり感覚がさ分かってない。そう、分かってない。神奈川の山中の、うん、分かってないからさ、うん、まあでも道志の道を走るのも初めてだし、なんかちょっと楽しみね。あの、無理な、そこまで。ねえ、バイク、バイク、バイク止まってるよ、ほら、みんな。え、どこに？左側に、ほら。さっきの人たち？多分わかんないけど。あ、本当だ。待ってくれた？違うしょ。違うしょ。待たれたら困る。困る、困る。お願いだから、しばらくしないでください。後ろやだね、どかどか来られたら。うん、みんな大きかった。あ、また来た。こっちもいっぱい。なんかこれカブカブじゃなかった。スクーターみたい、みんな。ちっちゃいよね。あと、トリシティじゃん、トリシティ。ちっちゃいやつ、ね。うん、うん、あの、ほらほら、前が二輪のやつ。あ、はいはい。うん、これもすすきの原か。取れてんのかな、今日は。あ、でも今日、すすきないか、何にも。はい、ハゲハゲ。あ、でも、でも、でもあるじゃん、ほら。ちょっと。マジで？あるじゃん。すすきかね。すすきじゃないの、これ。ハゲすすき？そうそう。あるある。枯れすすきか。あ、そう、ハゲじゃないから。ハゲってない。なんかさ、もっとだって風にそやそやしてたもんね、前来た時。してた。私自分のこと別にまともなんて思ってないからさ。思ってないの。思ってないよ別に。こっちは比較的まともだと思うよ。マジでそうなの。でもね、あくまで比較的だよ。比較的。そう、なんかみんなズバ抜けてるからね。まあね、各方向に。いやでもさ、なんだろうな、性格的なものもまあそうなんだけど、まあ、50でバイクの免許取ろうと思うのってやっぱり普通じゃないって自分で思うし。そうしょ。おかしいよ、あなたたち。そう、だからね、そこはね、自覚はしている、私は。している、うん、している。でもさ、何に関してもさ、飛び込むよね、こっち。あ、そう、だからね、なんだろう、そこはさ、多分みっちゃんとかと考え方が一緒で、なんだろう、その、あの、生きてる時間持たないからなるべく楽しまなきゃ的な。そう、いろんなことやってみたい。そう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 、もうなんかやりたいって思ったことに関してはいろいろなんかこうグズグズ悩んだりとかはしないんだよ。とりあえず来たことある、ここ。あるか。だから走れるよ、私の場合。初めて来た。わ、すげえ富士山近い。なんじゃこりゃ。いいじゃん、ぼっちゃん、今日来てよかったね。うん、来てよかったね。すげえな、あれなんか、宝永山めちゃくちゃ近いじゃん、あれ。うん、私とさっちゃんのツーリングは部活だから。大丈夫、私、1日300キロ行けるから。部
けるっしょ。さあちゃんヨタヨタしてる。どっち私。自衛隊グッズすげえ。あ、なにこれでも可愛いじゃん、このボトルケースとか。あ、見てほらこれ自衛隊お菓子。お菓子。自衛隊カステラ。これなんて読むこれ。トドロキ？わかんねえな。トドロキじゃないの？わかんないよ。適当に言った今。落としたよ。そんな寒いの？寒くない。全然。オロオロしただけ。いいよね、ぼっちゃん。え？寒くないっていいよね。寒くない。え、でも今日はね、今日はさすがにちょっとね風が冷たいなというふうには感じるよ。感じる。うん、そう。なんだなんだ。あ、これもう貝の道なんだこれ。これ何、ここ何県一体今？甲府？何これ？もう山梨県入ったのか。そうなの？だって甲府富士通日吉だって書いてあるよ。静岡県にはそんな名前はないか。まあね。鹿児坂パス、鹿児坂峠。あ、よかった。もう山中湖に出たんだねこれ。出た出た。そう、ここまではすぐだよって言って。へえ。他にも出てる。本当だ本当だ本当だ。動詞動詞動詞初めて。やった。そう。あ、これが何？もう動詞なんだ。動詞道なんだこれもう。あ、入った入った。あ、本当だ。わ、初動詞道。いるじゃん、いっぱい。本当だ。最初から。本当だね。初動詞道ですよ。なんかすごいね、反対車線混んでる、ね。本当だね。戻ってくるの大変かも結構。うわ、本当だ、すごい。うわ、すげえなこれ、なんだ。バイカーすげえ。スクーターだよ最後の人。そう。みんな手の振り方かわいいね。これが道志道か。あ、道志村、道志村来た。キャンプ場あるでしょこっち。確かあるでしょ。道志なんかあれだよ、ライダーさんも関東とか。ああ、そうだろうね。だってこの道って多分だから関東から来る人が使うんだもんね。あの富士五湖の方に来る人はさ、だから多分さ、私たちの方面から使うことあんまないよね。そう、ないと思う。しかもうちから行く方が遠いんだって。そう、そうだよね。マーリちゃん、マーリちゃん、手振ったら、あ、してくれんのかな。だから後ろのバイクがやっぱり。本当だ、本当だ。追い越すに追い越せない。しかもかなりの車間距離。本当だね。追い越したいだろうに。近寄りたかないね。怒られちゃう。え、びっくりした、両手振ってると思った。前の人と後ろの人だったね。まだすごいいっぱい来たな。本当にここすごいね、ライダー。ねえ。さあ、すごいぞ。きっとみんなも思ってるよね。おばさんちどこから来たんだろう。誰も手振ってくれないここ。あ、そうじゃん。あ、見る見る見る。古き満々の人も早い。そう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 。分かりやすいね。あ、道の駅どうしだよ。あ、もうすぐ。やば。なんかもうすごい。やばくない？やばくない？なんか、うわ、ちょっと。前からもいっぱい。やばくないこれ。ね、止めるとこあんのこれ。大丈夫。あ、全然大丈夫。やばい。あら、バイク乗りたい、乗りたい方で、どれも大丈夫。やばいやばいやばい。恐ろしいな、おい。っていうか、車いっぱい来るね。ねえ、信号機ないから。曲がれないね。あ、信号機あったっけ？あるけど、矢印が出ないね、これ、多分。赤になる。ね、ちょっとすごいバイクいるんだけど。ビビるんだけど。本日休館じゃん、やっぱり。そうだね、でもこんだけ駐車場空いてる。やばい。すごっ。やば、何これ、すごいな。で、その中に入ってくんだよね、きっと。そうそう、大丈夫大丈夫。ピンクナンバー頑張れ。ピンクナンバー頑張れ。そ
旗つけて、あ、旗ついてんだっけ。そうだよそうだよ。どこ行ったどこ行った、やばい、もう行っちゃうか。でも3台まとめて、あ、そうだねそうだね、さっちゃんの方行こう。どうする気どうする気どうする気、あ、そこだね。言ってる。寄せてねえし。え、もうちょっといいよね、このぐらいでね。うん、どうする？いいよ。もっと寄せる？いいっしょ。大丈夫だ。はあ。出てるあなた、ねえ、どっから出てるあなた。さっちゃんどこ行った？いたいた。出ちゃった。引いて出たっていい。よいしょよいしょ。なんでもう乗りなよ。タイミングを失った。で。後ろから行くよ。よいしょ。できるよ。なんか不思議な世界だよ、ね。いやでもまだまだやっぱり関東圏の人たちには知られてないな。私たち。いいよ。そう、なんかさ、なんかほら最近さ、どこ行っても声かけられるなんて調子に乗ってたけどさ、なんかもう こっちの人たちさ、ただ単純になんだこのカブのおばさんちみたいな目で見てたね、みんなね。なんで食い込んできた。そうそうそう、 お前ら来るとこじゃねえぞみたいな。うわー、来たー、いっぱい来たー、いっぱい来るねー。手あげられなかった今。手あげてた、あげてた一番前の人。